アンガールズの毒舌チャレンジ。ん？え？はい。アンガールズもそんなに毒舌言うキャラじゃないように思われがちですけども、楽屋ではもう、本当に人の悪口をバンバン言う。言わないですよ。ね、もう本当に悪口コンビ。いや、悪口コンビなんです。言わないです。言った覚えもないです。誰今年。誰もそう、小籔さんとか、はい、あと誰ですか？品川くん。はい。あとはマンガールズぐらいですか？もう。小籔さんとかと並べられたら。友近。この辺ですか？人の悪口。楽屋で人の悪口ってのは。言ってないですよ、僕ら。いや、いつもの感じでお願いしますね。ボックスから1枚ね、引いていただいて、名前が書いてあります、いろんな人の。はい。で、その人の、その人に対して、まあ、毒舌。まあ、厳しい批評と言いますかね。はい。繰り広げていただければなと思います。もし、ぬるい、全然毒舌になってないと判断された場合は、男性好きのスタッフが鼻の下を舐めます。さあ、どっちから？ずーっと臭いじゃん。どっちから？俺、マジやだー。タクシー。お笑い界の中村雅俊。誰？どうぞ。誰？ミノモンタさん。ああ、いいですね。さあ、それでは、ミノモンタさんへの毒舌チャレンジです。どうぞ。なんか、なんか触ってたけど、あれ、ダメよ。多分、俺は、ちゃんとは見えなかったけど、多分触ってた、叩かれてたから、触ったと思うんだけど、俺は知らないけど、俺も触りたい。でもあんたの気持ちわかるよ。でも俺は我慢してんだから、あんたも我慢しろよ。さあ行きましょう。判定はジャッジ。いや、ちょっとどうかな。言ったでしょ、踏み込んだよ。グッジョー！あら！やった！あれそう？そんなにいいのか。いや、結構ね、あれな、このラジオでね、俺も人の悪口言いすぎてね、ヤフトップだったりするからね。それでも全然言ってないからさ、いいのかなって、いいよ。ちょっとこんなの言って本当大丈夫だったのかな。いや、スタッフがやっぱイケメンに弱いのよ。イケメンじゃない。スタッフもイケメンだと思ってる。じゃあね、一回ブレイクしようか。一回ブレイクします。